お趣味にしてるぜまずはみんなにこちらの動画を見てほしいの。相手はパルシェンを繰り出してきて、こちらはチラチーノ、ねスキルリンクの王者を決める戦いじゃぞ。チラチーノが先制してロックブラストをぶち込んで、効果抜群で、えー、4発目、そして5発目でしっかりとパルシェンをぶちのめしてチラチーノちゃん、 スキルリンクの王者に輝いたぞ。そして次、相手は、鉄火人を繰り出してくるんじゃのう。鉄火人は、初手守るを使って、こちらのチラチーのロックブラストを当然弾かれて、相手は特性加速で素早さを上げてくるんじゃのう。そして、鉄火人は、ここで Z 技をしっかりと発動していく。Z パーを体にまとって、Z 技。 ライジングランドオーバーで、さすがにこれはチラチーノちゃんかわいさあってもね、耐えられないかの、熱いしかしチラチーノちゃんしっかり耐えてロックブラスト。一撃のもとに鉄火人をホームに去っていくんじゃの、さすがこだわりまきチラチーノじゃな。そして相手最後ライボルトを出して、降参して終了なんじゃの、 はい、クリューさんマッチングいたしました。相手が、ギルガルド、アーゴ4、ボーマンダウォッシュロトム、カバルドンポリゴン2と。えーガッチガチのパーティーみたいじゃな。じゃあ、こっちはとりあえず、初手チラチーノを入れて、ま、アーゴ4とボーマンダを潰せるようにカプーテテフを入れるぞ。 で、ポリゴン2がちょっとなー、重いんじゃなー。まあ、バシャかギャラドスじゃなー。まあ、バシャーモかな、ここは。うん、バシャーモ入れて、チラチーのカプテテフバシャーモで、しっかりと駆逐してやるぞー。クリューさん対戦よろしく頼むぞー。さあ、なんかこうやって、ねえ、左腕がうずくっていう中二病ポーズしてロートムを繰り出してくるんじゃなー。よし、いいだろう、こっちはチラチーの多層の可愛さを見せつけてやるぞー。 まあ、あわしのチラチーノは、こだわり鉢巻きを装備してるので、一回技使っちゃうと、もうそれ以外の技が使えなくなるからな。交換読みで、まあ、スイープビンタ打つか、種マシンガン打つかのどっちかじゃな。まあ、あ安倍コードは種マシンガンじゃの。まあ、交換してこないじゃろ相手な。ハイドロポンピングって、耐えていくんじゃな。種マシンガン。 当てろ、ぶち込め。お、これは余裕で削り切ったみたいじゃの。いいぞいいぞ、チラチーのだぞやっぱり強いな。さあ、ロトもをぶっ倒して、相手は五四先輩を出してくるんじゃの。 一応裏にいるのがスカーフテデフじゃから。まあでもここでいきなりドラゴン技打ってくるやつはいないじゃろう。結局ヘドルウェーブとか打たれたら、カプテデフに変えても意味ないからな。ビースティングブースティングされるから、うん、難しいな。バシャーモに下げるしかないかな、ここは。バシャーモにしっかりと交代していくぞ。<laughs> はい、ヘドルウェービングじゃない、やっぱりな。うーん。 まあ耐えて、まあメガシンカからの守るで安牌行動をしっかりとするんじゃぞ。ここでドラゴン Z 打ってきたら終わる。守って、ヘドロウェーブをしっかりと耐えるんじゃぞ。これで抜けたかまあ、ストーンエッジ打ってみるか。相手スカーフだったらちょっとこの試合終わったかもしれない。頼む。うストーンエッジ当てて、行く。でも倒せないんじゃな。 わしねミスったな、これ。フレアドライブって、自滅退場すればよかった。で、カプテテフ出して、まあ、最後キネッスかな。うん、抜かれてるかもしれない。あー抜かれてるんじゃない、やっぱりな。これはテテフ耐えないな。お、耐えてゆくー危ねえなー。よかった、よかった。いや、絶対耐えないと思ったんじゃが、意外と耐えるぞ。ギルドガルドを出して、 ああ、でも、あーわしの、カプテで二たぞこだわりスカーフじゃからな。チラチーノバッグあり。まずチラチーノ出して、キングシールドをしっかりと透かしていくんじゃぞ。効果が今一つしかないの。<laughs> ちょっとやばいな。まあ、安排行動で種マシンガンかな、ここは。うーうわ、減らないな、ギルディング。急所でそれしか食らわないのか お前、硬すぎじゃろ、ギルドガルド、お前。まあでも、相手の鍵打ち縛っとるから、わし、ここでしっかりダメージを与えてから、バトルスイッチングして、聖なる剣、エクスカリバーをぶち込まれて、チラチーノは退場していくんじゃの。で、まあ、シャドウボールじゃな。で、キングシールド使って、一旦稼がれて、シャドウボールを防がれて、これで消えなければ、まあ、次、シャドウボール当てていくんじゃの。 え何したのお前え,え何したのお前バカめ、意味ねえんだよな。あらサイコフィールドの効果をご存知でないもしや。ああ、わしの勝ちは終わりです。クリュー君対戦ありがとうございました。<laughs> え、アリスさん。相手がランドロスとサテワンアイスクリーマーとカプテテフと モンメント、ラティアスと、リザードンじゃな。うーん。いやー、ちょっと難しいな、これな。まあ、あ初手チラチーの多層じゃろ、やっぱり。まあ、あギャラドスは入れといた方が良さそうじゃな。ギャラドスな。でー、まあ、あギルドガルドかな。あ、いたずら心で補助技打ってくるパターン。まあ、あ大丈夫じゃねこれで。これなんとかなる、なんとかなる。さあ、アリスさんよろしく頼むぞ。さあ、チラチーのばっくり出して。 相手はリザーディングを出してくるわけじゃな。まあ、ここは安定のロックブラストをぶち込めばいいんじゃないかな。リザードン引っ込めて、ランドロスを繰り出してくるわけじゃな。ま、あそうだよな。普通そうするよな。で、威嚇でばっこり攻撃力下げられて、ロックブラストぶち込んでいく。全然減らねえのな、こうやってな。一発急所に当てても半分減らない感じやの。ここはもうしっかり。 しっかりとギャラドスバッグじゃぞチラチの戻れ そして、行ってこい、ギャラドス。相手、自信打て、自信打て、自信打て。なあ、自信打ってこい、こら。さあ、威嚇でしっかりと攻撃力を下げて。はい、自信を打っていく。ギャラドスには効果ないんじゃな。さあ、ここは、滝登りも打っちゃってもいい場面じゃないかな。ん、竜舞する時間は、まあ、ありそうだけどな。竜舞するか、ここはな。おとなしく。さあ、竜舞を積んでいくんじゃな。相手、に残ってきたぞ。 何を打ってくるつもりじゃガンプーか。まあ、全然効かないわけじゃな。ま、あでもこれでもう十分。だから、滝登りバチコリ売っていくぞ。おら、滅べお前、どけお前、ランキング一位だからって調子に乗ってんなよ、お前な。さあ、門面。ああ、これが噂のいたずら心門面かな。ま、目が進化して、氷の牙を打つか。 よし、行くぞ。目が進化して、がっつりと、型破り発動していく。えマジおままじか。あはい、不正。やばいな、わしまた不正を働いてしまったみたいじゃな、これな。いや、不正働いてすまんの、本当にな。 わしのギャラドスは不正の塊みたいじゃな。はい、氷の牙でばっくりと削り落としてゆく。さあ、リザードンを繰り出して。まあ、相手、わしが目が進化してくるって読まなかったのかな。多分そういうことじゃろうな。あの門面はな。さあ、ギャラドスが。おっとやばい、目が進化してからの竜巻積まれた。これはちょっとやばい。まあ、滝登りしっかりとぶち込んで。 やりきれないんじゃなぁ。はい、自信打ってまあ、多分抜かれて。自信で落とされるんじゃろうなぁ、これなぁ。ふんぎーあ、終わった。はい、お疲れ様でしたー。いやぁ、よかったなぁ。ギャルドスが大活躍してしまったの。止まれ、止まれ、止まれ止まれ止まれよーし、止まっていくんじゃなぁ。 はい、勝っていくー <laughs> ダメだ、チラチーノ使ってね。<laughs>